20世紀浴場は東京都台東区二本堤の銭湯。昭和初期のモダンな洋風銭湯である。1929年の建築で平面配置は同時代の一般的な銭湯と同じく左右対称に男湯と女湯が配置されたものである。当時の東京で銭湯といえば社寺建築風のものが多かったが、ここでは洋風デザインを大胆に採用し、スクラッチタイル張り、丁寧な左官仕事による装飾を伴った外壁、アーチ付き鉄サッシ、スペイン瓦などのデザインが特徴的である。周囲の下町の町並みに比べ、特に異彩を放っている。アールデコ銭湯と紹介されることも多いが、むしろアメリカで流行していたスパニッシュ様式や武田51などの折衷的なデザインに近い。贅を尽くして銭湯を建築するという時代があったが、その多くは宮型建築などに向かった。しかし、20世紀浴場の建築は、その贅を尽くすという方向性が和風に向かわずアールデコに向かったものであり、時代を象徴する建築の一つであると言える。2007年12月31日限りで廃業。現在は取り壊されている。ありがとうございます。